到着。どうも、ひでおです。ということで、今日なんか今ノリで八王子市の南大沢ってところに来ました。ちょっと今インカメなんで画質どうかわかんないけど、すげえ、ここめちゃめちゃすごい。後ろとか見えますか？俺これてかカメラ変え、こちらが南大沢のなんか糸用とかのとこっすね。めっちゃ初めて来た。じゃあ南大沢一回来たことあるんですけど、こういうとこは初めて来ましたね。すげえ。そして階段がありました。多分ここなら人いないでしょっていうか、これで撮れるでしょ。あ、すごい。あ、いいわ。すごい。ちょっと見せますね、みんな。いかが？ここさらに上行けんじゃん、そういえば。はい、ということで今、とりあえず、ちょろちょろ歩いてるんですけど、すごい、何ここ、駅っぽいっすよ。フレスコなんとか、南大沢か。すげえな。なんか今日は気分的に、結構まあ、家とかでブログ書いたりとか、まあ、YouTube 撮ったりとか、ね、してたんですけど、なんかね、外行きたいなって気持ちの方がでかくてね、それで今日来ちゃいました。バイクで30分ぐらいかな、ずっとまっすぐ来てたら到着しました。あれ、ここもしかして、あれか、あ、ちょっとあんまりあれだな、区役所的なあれか。やばいな、完全に。あ、やばい、すいませんやばい、これ待ってください、悪気ないんだけどさ、あれだね、区役所的ななんとか保健センターとかそういうところだったので、ちょっとこれ気まずいやつかもしれん。まあ、とりあえずここら辺散策していこうかなという作戦でございます。今日はってどこ繋がってんの？こっちから、ここで、あ、もう一回階段降りた方がいいってことかな。ってことはさっきの階段戻ってくるわけだ。よいしょ。ちなみに今は3時10分ですね。はい、そんな感じです。こっちに乗っける感じか。もういい。とりあえずね、今、八王子、後ろですね。後ろがアウトレットモールで、今ちょっと散歩してます。はい。どっち行こうか。あ、すげえ、電車が横あんのか。こっち行くか。そう。で、アウトレットモールが、思いのほか、賑わってて、思いのほかというか、普通にそうなんだけど、すごいわ。年齢層がすごい。みんななんか、お金持ちみたいな感じになってて、めちゃめちゃ気まずいっていうね。なんかここはここでいいっすねなんか小さい橋なんだけど渡れるところがあるみたいな。とりあえず南大沢駅の方に戻ってきました。これめっちゃ広いよね。バス停です。で、向こうにもタクシー乗り場があったりとかして、ここすげえな、南大沢って。ライオンがいました。とりあえず一通り歩き回りました。途中からこれタイマーかけて今10分ほど歩いたんですけど、面白いっすね。すげえな、ここすげえわ、めちゃめちゃ。で、なんかあと、でっかい公園に到着して、で、なんかそこで、子供たちが、多分水鉄砲をやろうとしたのか、そこに滞在してるおじさんが、看板見てみーっつって、めちゃめちゃ切れてました。冷徹に切れてました。看板よく見てみーとか言って、で、子供たちめちゃめちゃかわいそうだった。自転車の、すげー、お若い、なんか小学生ぐらいかな、多分、の子たちなんだけど、もうおとなしく撤退してて、
ああ、なるほどなっていうふうに思いました。ちょっとね、笑っちゃったわ。なんかすげえ楽しそうにしてたのに、一瞬にして崩壊するっていうね。まあそんな感じで、ここで。今は南大沢駅入り口西まで来ました。え、めっちゃピンピン鳴らしてくれてる。あ、子供じゃん。いかつ。で、こっちに来ると、南大沢文化会館。で、ここいいね。自然もいっぱいあるし、なんだろう。駅の方も、ウーバーイーツとかやってんのかな？マックもあるし、すごい。お店めちゃめちゃある。で、アウトレットモールもめちゃめちゃあるわけでしょ、お店。ここ来れば何でも揃うよね、ぶっちゃけ。すげえな。普通になんで俺こっち歩いてたんだろう。俺、向こうにバイク止めたのにさ、なんでこっち歩いてんだろうみたいな感じで、今気づいてね、戻ってきました。そろそろね、トイトイしましょうかなという作戦でございます。え、怖っ。何ここ。やばいんだけど。ちなみに、あ、どうも、ビデオです。ということで、今ちょっと帰り道、南大沢から帰ってきてたんですけど、え、ここはここ。え、大丈夫？今、南大沢から帰ってたんですよ。今も南大沢なんですけど、あ、忘れちゃった公園、なんだっけ、今、とりあえず公園に着いたんで、あ、ちょっとね、グリーンエクササイズしますかという、作戦なんですけれども、ですね、見てください、皆さん、この状況。うわ、ここは。え、やばい、ここ。盛りすぎ？え？盛りすぎ？ちょっと待って。え？もう怖い。え、突如訪れた森なんですけど、皆さん。はい。先ほどのね、南大沢駅のね、素晴らしい景色から、怖い。ちょっとこれ戻ろう。ビビるわ、ちょっと。はい。そう、今、とりあえず道に迷ったと。え、そう。あ、ほんと。やばいやばい。そう、道に迷ったというか、どっちだっけと思って移動してたら、この公園が目の前にあったんで、あ、じゃあちょっと入ってみるかと思って入ったら、この公園にたどり着きました。はあ、怖い。とりあえずちょっと歩いて、Google マップ検索しながらちょっと歩いて、自宅にねバイクで帰ろうかなという作戦でございます。ここもいいね。何ここ、おしゃれだな。なんかめちゃめちゃ虫に食われそうだけど。完全に、ああ、もう完全に修学旅行か、なんか温泉旅行の、温泉宿行くときの道のりって感じなんですけど、すごい。あ、でもここら辺建物っぽくなってきたな。で、向こうにも車道が見えるんで、こっちだな。すげえな、ここ。すげえ、もうなんか、匂いがね、自然だもん。温泉のあのなんか、自然の匂いがする。なんか久々に箱根行きたいな。今度箱根、バイクで、スクーターで、行きたいと思います。昔原付で、なんか35キロぐらいしか出ない原付で行った思い出があります。こことかすごくね、ちょっと。どうなっちゃうんだろうね。めっちゃ怖いんだけど、普通に。で、あそこ橋があるんですよね、ここ。そこ、これ。橋というか、多分ここ渡っていけるっぽい感じの。でも、うわ、すげえ、もう、ここ見て、足が、これ。も、何これ。滑るやつだよ、これ。よいしょ。ちょっと反対するか。ここ歩いてる人いんの？歩いてる人おる？あ、でも一応網がある。うわ、すげえ。ちょっと。すげえ。これね、あれだわ。なんか嫌なこと忘れられるというか、もう嫌なこと忘れないといけなくなるわ、これ。すげえ、ちょっと、写真撮り。はい、ということで、写真撮ったんで。すげえ。橋渡ってるよ。これ、ね、昔はどういうあれだったんだろうね。すげえ、何これ、何のためにあるんだろう。何のためとかあんま言っちゃいけないけど。すげえわ。あ、でもね、ここ目の前がまだこう明るく、はい、こうやって見えるんで、ここはまだ救いですね。野鳥の森。はい、
え、怖っ。え、なんかめっちゃブン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 いってる。あ、危ねえ、滑る。滑る。あ、もう足がやばい、これ。あ、これ森につながってるパターン。うわ、めんどくちゃいパターンです、ございますな。よし、戻るべし。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 よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ。あ、てかほんとシャオミレドミの大人 S は優秀だね、マジで。楽しいわ。これだけで、なんか、記録をちゃんと残せるっていうのも危ねえ、マジで。すごい、危ねえ、危ねえ。マジで怖い、ここ。滑りたくない。よいしょ、よいしょ。山じゃん、マジで。ミニ山ですよ、ここ。よいしょ。OK。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。OK。戻ってきました。あ、なんかほっとするわ。いいね。おい、カラス鳴いてるわ。あ、すげえ、そんな上にいる。ここにいるわ、ここ。え、やばいやばい。コン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 鳴ってますけど。あ、安心するわ、ここに戻ってくると。今を生きてるという感じがしますわ。清水入緑地っていうところに今僕はいます。そう、あ、ここか。今僕ここにいるんだけど、さっきここに、そう、こっから僕が入って、なんかここ行ったりとか、あ、繋がってんの、ここ。え、マジか。で、さっきの橋が多分ここだよね。あの、野鳥の森。え、すご。何ここ。こんな感じになってます。すげえ。こことかもね、行けるんだもんな。すげえな。まあ、こんな感じでございます。なんか不思議だね。いいね。ここ、ちょっとここら辺、この広さはいいね。あ、虫がすごいけどな、ここ。ここすげえ虫飛んでるわ。うわ、すげえ。はい、ということで、これ今インカメで撮影してるんですけど、すごいね。ちょっとね、ちょっとここはね、あれ夜に来たら怖いけど、今僕が座ってるところとかは結構いいんじゃねって思う。ここで普通にね、なんか話すのとかすごい楽しそう。だけどめちゃめちゃ蚊とかいそうだけどね。そう。で、さっきのあっちだね、あっちの森の方に行くと、めちゃめちゃ怖え。マジで。でもなんか朝奥というか稲城市とかもああいう風に結構僕森入ってるじゃないですか。そう、結構多いんで、まあ、若干ちょっと慣れてたから入れたけど、普通に怖えと思った。え、なんか生物、え、怖っ。なんか生物普通にいそうな気がして、そう、この前の稲城の南多摩駅の公園とかで、その配達ウーバーしてた時に蛇見つけたから、なんかその時から、え、自然って怖っていう風な、あの、意識が入、あの、刷り込まれてるんですよね。え、ヘビマジでいるんだみたいな。そう。なんか幻想で、なんか いそうとは思うんだけど、マジでいるとは思わなかったから、っていう感覚が今埋め込まれてるので、刷り込まれてるから、さっきの森とかも、え、ヘビいるのかなっていう、なんかその恐怖心が先に、なんか先走って、怖って思いました。はい。でも普通に目の前とかはお家で、すごいね、これ一軒家か。なんか、すげえな。なんか、はい。そう、普通にあっちの方とかは家があって、普通になんか、あの、職人さんみたいな人のお家かな。なんか、ハイエースがあって、ミニバンがあって。すげえ、あれが家だとしたらめちゃめちゃすごいぞ。あの、ほんと秘密基地というか、ね、っていう感じがします。はい。てなわけで、そろそろ帰りますか。そう、今が4時5分。夕方の4時5分でございます。てか、インカメもさ、結構あれだね、撮影できるっすね。まぁ、ちょっと若干手ぶれが今グラってきたりとかするけど、とりあえずは、ゴミやば、ここ。ちょっと映像切り替えます。こっちも一応行ける様子で、で、なんかゴミが、何これ。何この悪質すぎるゴミの捨て方。竹林の整備とか。こっち行って、まあ、チラッと見て帰りますわ。あ、こっちはね、でもさっきよりかは森、え、キノコ生えてんじゃん。何ここ。まあ、なんかさっきよりかは道が開けてるから、逆に、余裕があっていいですね。さっきはマジで森の中って感じだったんで、この開け具合はまあ、まあ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 、いい感じかな。すげえ。いや、なんか、いいね。ありがたいよ、こうやって歩けて。
まあ緑はね、緑を見れたりして、ちょっとね虫とかそういうなんか生物的な部分はやっぱビビっちゃうけど、はあ、でもなんかやっぱこっちに集中してこうなんだろう、ネガティブとか嫌なことを忘れられる。うわー、なんか頭についてる今そう、嫌なことを忘れられる、そうってのはめちゃめちゃいいなって思う。やっぱあ、ここ結構よくね、ちょっと怖いけど、全部森だけど竹林って書いてある、はい、あ、ここはすごいね。うわー、なんかブーンつってるよもうね、うわうわブーンって、もうねすごい戦いですよ。僕虫嫌だからマジで。よし、だけど森の中にいるっていうね、意味わかんない矛盾を。よし、うわすっごい、ここザ森、あ、ザ森ですね、ここ、ここだけ写真撮って帰ろうっと。よし。やべ、ここマジで滑る。うわー、蚊がやばい。もうね、蚊にずっとブーンっていう、襲われてる。やばい、ハンターみたい、俺。めっちゃ怖い、本当に。蚊が怖い、むしろ。旗から見たらやばいこいつって感じです何一人ではしゃいでんだこいつってなりますけど、いやマジでね、蚊がねずっといる、いました。もう24時間365度やばいです。はい、ってことで帰りまーす。ふぅ、よし、はい、ということで、ほん、うわか、雲です。はい、ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。今まだ八王子市内なんで、帰るのにまあ30分ぐらいかな、まあ、安全運転で帰りたいと思います。本当はね、今スマホケースをアマゾンで注文して、多分家に今置き配というか届いてると思うんですけど、そう、本当はスマホケースつけて、ね、バイクホルダー昨日買ったからそれつけて撮影しようかなと思ったんですけど、まあ、とりあえずね今日はウォーキングとちょっと違う刺激を与えたいなと思って、アウトレットの方まで、南大沢かまで来てみました。はい、あと公園だね。やべ、中足ついてる。はい、ということで本日もご視聴いただき、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。